おはようございます、本日はですね、8月1日で大阪ではめちゃくちゃ有名なんですけど PL の花火大会がある日で、夜に行くんですけど今が12時半で今からはですね天王寺にちょっと自転車で行って、で藤原さんとジョンブルの店員さんの藤原さんが休みなんで藤原さんとちょっとカフェで落ち合ってっていう感じで行きますので、まず、天王寺に行きたいなと思います。なんか変わったんですよね、結構。そうなんですか。はい、はい、それではですね、帰ってきました。もう自転車やったんで汗だくです。藤原さんには岡山のデニムの完成品の動画を見てもらって修正とかあるかどうか確認してもらったんで、で、まあそれが終わってからなんか近くに山ちゃんっていうたこ焼き屋があるんですけど、そこの山ちゃんのたこ焼き屋を2人で食べていろんな話をして帰ってきたっていう感じで、もうちょっとしたら嫁蔵帰ってくるので、PL の準備したいなと思います。ちょっとシャワー浴びます。では今から、電車で富田林っていうところに行って PL の花火を見たいなと思いますが、嫁蔵さんは、大興奮でワクワクしながら行っております。昼休憩に近くの焼き鳥屋さんで、焼き鳥10本注文して、夕方の6時50分取りに行きますって言って、それが焼き鳥？そう、これが焼き鳥。君の爪ヤゲも買ってきたよ。でそれを食べながらビール飲んで花火見ろ。そう、でかきビール食べながら最高じゃん。うまいな。では、久々の花火行ってきます。その氷グラスにチュー入れんやろ。最高やん。いいよ。これはもう売り子さんやな。これはその飲み方。それは何？これはセセリかな。いただきます。うん、うまこれ。うまいぞ。キンキンに冷えてて焼き鳥の後にそれカイジやな。焼き鳥って酒でいくって、最高。それでギャンブルしたらもうカイジやで。これでこっち見たら花火。では次は僕の大好きなヤゲンを食べたいと思います。うまいな。うまい？でビール。あ、こぼれた、こぼれた。はい、ということでですね、3年ぶりの PL の花火大会に行ってきました。3年前がこの上に映ってると思いますが、こんな感じやって、どうでしたか花火大会。2019年の PL の花火大会はサクッと行けてよかった。サクッと見てサクッと帰ってくれたね。テンションマックスやったもん、息しながらな。
カイトと行くよって言ってたもんな。まあでもよかったな。うん、楽しかった。楽しかったね。うん、いっぱいいたね。うん、いっぱいおったな。すげえ淀川だね。そうやな。大阪の PL といえば、フィナーレが結構有名なんですけど、もう途中帰ろうか言うとってな、一回。うん、で帰ろうかって言った瞬間に後ろからヒューって聞こえたからな、うん、あ最後やって言ってな、え見たいって聞いた、見たい見たいって言ったからまた戻ってちょっとだけ、まあで見てよかったでしょ、まあなっていう感じのが、まあ、2019年 PL の花火大会ということで、じゃあ米蔵さんが最後締めて終わってもらおうかな。何何どうしようかな。じゃあお風呂入って寝まーす、うん、はい、ではおやすみなさーい。はい、見てもらってありがとうございました。それか、はい。